さあ皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮ってきましょうか。そしてついにやってきますよ。あいつが、最強ポケモンのピカチュウが、まあ、てっきりですね、ご三家がやってくるんじゃないかとか、ないしは月光画が,が終わったので、伝説レイドに切り替わるんじゃないかとか、このタイミングで言われていたんですが、何度蓋を開けてみると、想定外の事態。 最強ピカチュウがやってくると。いや、これはね、予想できた人さすがにいないんじゃないかな。いや、俺もこれはびっくり仰天だわ。で、テラレードバトル。黒い結晶のテラレードバトルに最強のピカチュウが出てくるというところで、今日はですね、この通常のピカチュウとは異なり、最強のピカチュウの対策方法、そちらについて語っていきましょう。ただまあ、ピカチュウね、 そんなに強い印象がないかもしれませんが、最強の証がついておりまして、ガチで歴代最強のピカチュウであることが公式明言しておりますので、ま、どれぐらい強いのかっていうところが個人的に楽しみなところではあるんですが、こいつの対策について今日は語っていきましょう。で、まずですね、冒頭で、 軽く概要を説明していきたいわけなんですが、もちろんですね、星7のレードバトルで最強のピカチュウが出てくると、で、2月24日から2月27日まで、こちらの期間ですね、出てくるみたい。ただ、1点注意点なのが、まあ、例えばリザードンであったりとか、月光画であったりとか、エースバンであったりとか、2回ですね、期間が設けられておりました。一方で、ピカチュウの場合は今回ですね、1回しか、 期間がなくて、逆に言うと、この2月24日から、まあ具体的には明日からですね、明日から始まる、このイベントを楽しまないと、ビカチュウは、この最強の証、ついているバージョンになりますが、二度とゲットすることができなくなってしまうので、まあそこのところは、注意が必要かもしれませんね。まあ誰かからもらえば、まあそれはそれで OK かもしれませんが、 まあ一応自力入手は、まあ多分これが最初で最後のチャンスになってくるんじゃないかな。まあそういったところで、まずこちらについて語っていきたいと思っていて、ちょっと画面をご覧くださいと。で、すでにこれね、画面に載ってる通り、まあテラスタイプが水タイプであるということがですね、現時点で判明しておりまして、 ツイッターのトレンドでも波乗りピカチュウが <laughs> トレンドに入っていたから、まあ個人的な見解ではあるけど、まあ波乗りはね、ほぼ間違いなく技構成として入ってくるかと思いますね。まあ逆に水テラスタイプなのに波乗り覚えてないっていうことは、おそらくピカチュウないかと思いますから、まあ波乗りを主軸に、まあ、技構成が組まれているというのがですね、まあ率直な見解でございます。 で、なおかつ、やっぱりピカチュウといえば、電気タイプ。っていうことが、まず考えられますので。まあ、アニメとかでも結構出てくるんですが、ボルテッカーとか。<laughs> けど、ボルテッカーどうなんだろうな。両頭型なのかななんか、やっぱり、水タイプっていうところで波乗り主軸に置いてくるっていうことは、まあ、特殊系のタイプ。特殊型じゃないかなと思うので。 ま、個人的には波乗り10万ボルト。で、ワルダク組、プラス、ほっぺ、スリスリみたいな感じじゃないかな。ま、あくまでこれは想定なんですが。ただ、ま、両頭型の可能性もあるので、まあ、ボルテッカーも候補に入ってくると思います。で、ボルテッカーが入ってくると、おそらくアイアンテールも入ってくると思いますので、まあ、その場合は、ボルテッカー、アイアンテール、波乗り。プラス、ルダク組か、10万ボルトって感じでしょうか。 で、えっとね、エースバーンの時であったりとか、リザードの時だったりとか、まあ、月光画の時もそうなんだけど、<laughs> 試合開幕と同時に何かしらの技をぶち込んでくるので、多分そのタイミングで、俺はね、バフってくんじゃないかなと思っていて、多分悪巧み一回積んでくんじゃないかな。そうそうそう。やっぱりその、ベースはピカチュウなわけで、まあ、月光画とか、 エースバーンとかリザードンとかいろいろなポケモンがいて、で確かリザードンはオーバーヒートを最初初回ぶち込んできて、でエースバーンはね、確かビルドアップ積んできた記憶があるんですよ。で、エースバーンとかやっぱ月光画とかと比較すると、その元の種族値自体が低いからさ、ま、最初に火力型の攻撃を、ま、例えばリザードンみたいな感じでぶち込んでくるってイメージあんま湧いてなくて、 多分その火力のところの補填を考えると、悪巧みをね、初回積んでくるんじゃないかなと思ってます。まあ下手すると悪巧みプラス何か他の技を同時にぶち込んでくるみたいな、チート級のことをしてくる可能性もあるから、まあ一応最強のピカチュウって書かれてる通り最強ではあるんだけど、やっぱ相対的に今までの最強ポケモンの中では、まあ最弱だと思うからさ、 ま、ステータスが具体的にどれぐらいなのかっていうところはわかりませんが、ま、体力ゲージは多分ね、1万程度だと予想はしているんですが、まあまあまあ、そういったところで、ま、何かしらのバフがね、積んでくる可能性は極めて高いと思ってます。で、それに加えて、ま、従来通りであれば、ピカチュウは多分夢特性の、夢特性か、夢特性の依頼心である可能性が極めて高いと思っていて、ま、多分というか、ほぼ確定ですよね。 ま、最強ポケモンプラス夢特性でやってくると思いますので、ま、平井心である可能性が極めて高いというところですね。で、その場合は電気タイプの技は無効化されてしまうため、ま、やはりそれを考えると、草タイプでしか弱点つくことができないかと思います。なので、効率的に、あと、時間切れにならないように立ち回っていくんであれば、ま、草タイプが必須になってくるのかなと思います。で、それに加えて、 波乗りを半減することもできるから、ま、少なくとも、草以外で行ってしまうと、ちょっとね、ソロだと厳しいかなっていうところ、マルチであればご利用して勝ててしまう可能性があるかもしれませんが、ま、そのような仕様になってくるのかなと思ってます。ま、今までね、俺も最強ポケモン何回かやってるけど、ま、最強って書かれてはいるものの、正直そんなに難しいイメージはないというか、うん、正直そんなに苦戦した記憶もないからさ、 まあまあまあ、こういった形でしっかりと予想してやっていけるんであれば、まあそんな苦戦することはないのかなっていう想定ではあるんですけど、まあとりあえずね、ここのところは覚えておいてください。じゃあここに来て、どういったポケモンで対策をすればいいのかっていうところなんだけど、やはりラランテスだったりとか、オリーバだったりとか、あとはリーフやカットロトム、 ま、草タイプの代表的なポケモンたちですね。やっぱりそこら辺が主軸になってくるのかなと思っていて、ま、それに加えて、マルチであればニャイキング。おそらくこちらに関しても有効性が極めて高いと思ってます。で、それプラス、蓄電持ちのサンダースだったりとか、トリトドンだったりとか、ま、そこら辺もね、候補に上がってくるかなと。で、トリトドンに関しては水地面っていうところで、うーん、ま、タイプ的にも、 まあちょっとあれかなっていうところはあるんですが、やはり優秀なポケモノだっているので、まあトルトル入れていくっていうのもありかなっていうところ。でまあサンダースもね、一応その特性であったりとか、受けっていう観点では、まあそこそこ優秀ではあるものの、やっぱりその主軸である電気タイプの技が、サンダース自体も封じ込められてしまうから、ちょっと微妙なところがあるのかなっていうところ、それだったらリーフィアで運用した方がいいからさ、 まあ、サンダースも一応候補には入ってるものの、火力不足っていうところが考えられるから、まあやっぱりワンパン狙いっていうところもあってリーフィアの方がいいかもしれません。じゃあまずラランテスについて語っていきましょうか。で、こちらに関してはどういう構成がいいのかっていうところなんですが、まあ特性についてはリーフガードとアマノジャクっていうのが考えられるんだけど、そんなにね、 どちらがいいかっていうのは今回の最強ポケモンのレードではあまり関係がないかなっていうところ一方で敷いてあげるんであれば天の弱の方がいいかもしれませんまあ、何をしてくるか敵もわからないからさまあ、なんとなくは読めるけど なので、そういったところがまず考えられますっていうところと、あとその水と電気タイプの技がね、両方ともやっぱり半減取れるっていうのが非常に強くて、受けもできるし、なおかつ攻めもできるっていうところで、安定感で言うと、ワンパンはおそらく狙うことができないんですが、ラランテスっていうのはすごいね、優秀なポケモンなので、まあ、こいつを主軸に組んでいくっていうのが個人的にはおすすめですね。 で、技構成としてはやはりリーフストームであったりとか、光合成。あとは日本バレはどうなんだろうな。あ、けど日本バレはありっちゃありなのかな。であったりとか、あとギガドレインであったりとか。まあ、そこら辺かな。で、控えめ HP252、特攻252っていうところで、まあ、こちらに振っていただいて、まあ、HC ぶりですね。で、残りの4はどこかにま、振り分けていくって感じかな。 まあやっぱおすすめの特性としては甘野尺かな。で、持ち物としては温密マントみたいな感じでしょうか。まあ多分これね、テンプレの構成かなと思っていて、多分一番安定するのが多分この構成かなっていうところ。で、オリーバに関しては草とノーマルタイプっていうところで <laughs>、まあ特性としましてはどうだろうな。一応こぼれ種と収穫っていうのがあるんですが、 まあ、こぼれ種の方が、個人的にはおすすめかな。夢特性より、正直、こぼれ種の通常特性の方がいいかと思います。で、このオリーバなんだけど、結構ね、種族値が優秀というか、一応500族まあ、510族か、厳密には。で、特攻がね、なんと125あるんですよ。まあ、結構優秀で、まあ、素早さ以外のパラメーターがね、超安定しているんですよ。で、それプラスね、 電気と草、半減することもできるし。ま、これもかなり大きいかなっていうところ。ま、アイアンテールがね、東場で入ってしまうから、ちょっとそこのところが厳しいところではあるものの、防御と特防、それぞれ90と109種族地があるから、ま、受けもね、そこそこ優秀かなと思ってます。なので、アイアンテール、東場で入ったとしても、全然大丈夫だと思うし。で、悪ダクにも、アイアンテールの場合乗らないんで、 まあそれを考えると十分役割自体は果たしてくれるんじゃないかなっていうところですね。で、やっぱりその水と電気は、電気技を還元できて特性のこぼれたのでグラスフィールドを展開することで、まあ火力と回復の両方を取りつつ攻めていけるっていうのがやっぱり強いかなっていうところで、まあ素の火力もね、かなり高いからさっきも言った通り。 メトロノームを持たせて、ギガドレインを連打しているだけでも活躍できる可能性があるかなと思ってます。まあ、特にその、さっき言っていた、ラランテスもそうなんだけど、ギガドレインがね、本当に、えっと、このレイドバトルでは、めちゃくちゃ優秀なので、ま、とにかくこれをね、連打していくと。で、特にその、マルチで組むんであれば、おそらく負けることはね、俺ラランテスとオリーバであれば、ないんじゃないかなと思ってます。まあ、しっかりと、努力値振って、 かつその個体1も厳選すれば、まあ言ってもその銀の大金調整することできるからさ、今作って。まあそうしやすい環境があるので、まあそれを考えると、まあそこまで難易度が高くないのかなと思ってます。で、おすすめの技構成としては、リフレクターとか手助けとか光の壁とかギガドレインとかそこら辺かな。 で、こいつも控えめ HP 特攻ぶりっていうところで HC ぶりでやっていきましょう。ただメトロノームがね、非常に優秀なので、まあ、その、さっきのラランテスもメトロノームでもいいんだけどさ、結構ご利用しでいけてしまうんじゃないかなと思ってます。で、トルトド,ドンがね、入っているんですが、まあ、特性がね、粘着、呼び水、砂の力っていうところで、まあ、個人的には今回は呼び水でいいんじゃないかなと思っていて、持ち物としてはメトロノーム。 で、技構成としては大地の力、自己再生、身代わり。で、あとはクリアスモックかなただこれね、作るのが結構めんどくさくて、遺伝技となってますね。で、おすすめの性格と努力値としましては、控えめで、またまた HC ぶりっていう形。まあ、最強ポケモンの一致技である、水電気を向こうの上、 特性呼び水で水技を受けるたびに特攻が上がっていくと、これもね、かなり強力なので、下手すると一番強い完封できる可能性があるのが、このトリトのン。一方で、多分トリトドン対策で、アイアンテールも入ってるんじゃないかなと思っているんだけど、ただアイアンテールもね、なんと半減することができるから、ま、下手すると一番強いのがトリトドンなのかな。だって、水と電気無効の上で、 特性呼び水で水技受けるたびに特効上がるでしょう。相当強いよね。技構成も見てみると、やっぱその水と電気は主軸になってくるから。で、それに加えて、アイアンテールも防ぐことができるからさ。ああ、トリドトンが一番強いかもしんないな、こう見てみると。だからラランテスとオリーバの方がいいかなと思っていたんだけど、完風というか、ノーダメージで勝てる可能性が下手するとトリドトンあるのか。 ただやっぱり、さすがにアイアンテール覚えてないということはないから、ま、完封は難しいかもしんないけど、技構成次第では、こちら完封することができるのかなっていうところですね。で、特に耐久が高くて、回復技も自前で持てるため、倒されづらいっていうところもあるから、やっぱ自己再生をね、使えるっていうのも、相当でかいのかなと思ってます。で、おそらく最強ピカチュウですね。 悪巧み持っているので、クリアスモックで解除可能っていうのもかなり大きいし、で、天使のキスをね、持ってる可能性もあるんですが、こちらも身代わりでカットが可能となっているんで、おそらく、ま、火力面がちょっとね、怪しい点では、このね、トリトドンあるんだけど、マルチであれば間違いなく優秀だと思うから、ま、あこのトリトドンをね、主軸に回していくっていうのもありかもしれません。ま、ソロで安定するかどうかちょっとわかんないけどね。 なんでかっていうと、その、時間があるからさ。まあもちろんその、相手の攻撃を無効にできるっていうのもあるけど、トリトドンってそんなに火力がないから、そこがちょっと難点かなと思ってます。マルチであれば安定するけど、ソロであれば、火力不足でちょっと厳しいかもなっていう感じですかね。まあ前回のその月光がの銅みたいなポジションかな。まあ倒されづらいし、あと受けもできるし、 まあかなり優秀ではあるけど、ただ火力不足みたいな。やっぱこの最強ポケモンのネックな点としては時間があるっていうところですね。まあ例えば星5とか星6とかで時間切れになることってほぼないと思っていて、ただ星7ってさ、やっぱりその体力がめちゃくちゃ高いからさ、火力とかそういううんぬの前に体力がめっちゃあるんで、で、高速で A レンダーしてても、 うん、時間切れになってしまう可能性もあるので、ちょっとそこのところだけ懸念点かもしれません。あとはまあ、マルチで鉄板のナイキングか。まあ、いろいろね、他にも語っていきたい内容があるんですが、これ以上語ると多分動画めっちゃ長くなってしまうので、一旦動画終わっていきましょう。最後になりますが、チャンネル登録、そして高評価、ぜひぜひお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃの